マネーベリーンの白石です。今回のタイトルは、今後の日経平均は上昇、横ばい、それとも下落、と題してお話をいたします。日経平均株価はここ数ヶ月、上がったと思ったら下がって、下がったと思ったら上がる、膠着状態が続いていて、足元においてはじんわり上昇して4万円に迫る動きとなっています。 この先日経平均はさらに上昇して高値を抜いていくのか、それとも下落してしまうのか、気になっている方も多いと思いますが、今後の動きを見る上で重要視している独自分析指標において、一つのシグナルが6月14日に出る形となっていて、その指標からはしばらくは横ばいの可能性が高いという状況になっています。どのような指標からそう見えるのかについて今回お伝えをしていきたいと思います。こちらの3つについてお話をしていきます。 一つ目は日経平均と予想 EPS の関係、各1ということで、EPS というのは一株当たりの利益のことですけれども、日経平均と企業業績の関係を示したグラフから、今回6月14日に出たシグナルと、それが出た時の過去の傾向についてお伝えをしていきます。二つ目は日経平均と予想 EPS の関係、各2ということで、去1とは別のグラフから、過去の傾向と現在の状況についてお伝えをしていきます。 3つ目は今後考えられる3つのシナリオということで、2つのグラフから今後考えられるシナリオについてお伝えをしていきます。まずは日経平均と予想 EPS の関係、カッ1ということで、見ていただくグラフはこちらになります。こちらのグラフにおいて、緑の線は日経平均株価の推移で、青い線は日経平均来期再来期調整予想 EPS、 5週平均前年比増減率になりますこの青い線の日経平均第期再来期調整予想 e p s 5週平均前年比増減率は日経平均構成銘柄の来期と再来期のアナリスト予想をもとに日経平均の予想 e p s 1株当たりの利益の前年比増減率 を示したもので予想 EPS は独自に分析調整していて24ヶ月先の EPS をイメージしたものとなっていますそしてこのピンクの縦線は青色の線のピークの時期を表しています 日経平均の推移とこのピンクの縦線の関係を過去に遡って見てみると、ピンクの縦線が出て、青線が右肩下がりの状態のときには、ボトムをつける数ヶ月前までは、日経平均はおおむねよくて横ばい、場合によっては下落する動きとなっていることが見て取れます。 そして今回6月14日にピンクの縦線が現れた、つまり青線のピークが現れたという形になっています。今後アナリスト予想で情報修正も顔修正もどちらもなければ青線はゆっくりとした右肩下がりになってくるので、このグラフからはここから先は日経平均は良くて横ばいの可能性が高いということになります。 ただ実際にはアナリスト予想において情報修正も顔修正もどちらもないということは考えにくいので今後青線がどのように推移していくかについてはアナリスト予想次第ということになります次に2つ目のグラフについて見ていきたいと思います 2つ目のグラフはこちらで、先ほどは日経平均の予想 EPS について前年比1年前と比べてどうなっているかというものでしたけれども、こちらのグラフは4週前比約1ヶ月前と比べてどうなっているのかを見たものになります。 この青線はアナリスト予想で情報修正も過方修正もどちらもなければ足元においてはプラス0.75あたりの値になるんですけれどもこのところは0.75よりも上で推移している状態になっているのでアナリスト予想において情報修正の方が多く出ている企業業績は想定以上に堅調に推移しているという状況となっています グラフにおいて日経平均が大きく下落しているときはどのようなときなのかというのを見てみますと、青線がマイナスに転じて、ジグザグしながらマイナス幅が拡大をしていく過程で下落していることが見て取れます。現在においてはプラスの状態にあるので、このグラフからはまだ日経平均が大きく下落するような局面にはないということになります。 今後の日経平均の動きを想定すると考えられるシナリオは3つになります。1つ目のシナリオは再度上昇で、この時のグラフがどのような状態になっているのかというと、6月14日にピークを打った前年比増減率が再び右肩上がりになっているという状態です。そうなるためには、右側の4週前比の増減率が 今後、平均して1.15%以上のプラスになる必要があるんですけれども、そうなれば、左側の青線は右肩上がりの状態に戻るので、日経平均はさらに上昇していくことが考えられるということになります。2つ目のシナリオは横ばいで、この時は現在のグラフの状態が続くという状態です。 右側の4週前比増減率がプラスだけれども、平均して1.15%以上にならない1.15%未満であれば、左側の前年比増減率はゆっくりとした右肩下がりになるので、日経平均は行ったり来たりしながらの横ばい状態が考えられるということになります。 3つ目のシナリオは本格調整で、この時は右側の4週前比増減率がマイナスに転じるという状態です。この場合には左側の前年比増減率は明確な右肩下がりになってくるので、日経平均は下落していくことが考えられるということになります。6月28日時点においては、右側のグラフの青線の値はプラス1.1なので、 現在はシナリオ2ににいいるととうことになりま,すまた、直近においては、損保業界における政策保有株の売却方針によるアナリスト予想の情報修正が寄与している分がそれなりに見受けられるので、その影響を除くと、予想 EPS4 週前比はマイナスまではいきませんけれども、プラス1.1%よりももう少し下ということになります。 結論になりますけれども、足元の状況からは、この右側の4週前比増減率が平均してプラスの1.15%以上の伸びが続くような気配はないですし、一方でマイナスに転じる気配も現時点では感じられないので、しばらくはシナリオ2の横ばいの可能性が高いのではないかと私は見ています。参考になったと思われた方は、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。